ナウチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は防御特化のクロードを作りました。使ってみましょう。装備ですけども武器はファーウェル、武器の中で一番防御力が上がるのではないでしょうか。で防具はバリアントメイルのディフェンス 20% アップで、バリアントガードのディフェンス 20% デュエルヘルムの同じく防御力 20% アップで、バリアントブーツの防御力 20% で、ブルータリスマンを2つで1つにフルボーナスを入れてます。そうすると防御力が4443、かなり高い、めちゃくちゃ高いね。でプラスで隊列のアッパーガードでディフェンスを 50% アップしてます。おそらく5000を超えてる防御力ですね。これどれぐらい強いのか調べてみましょう。とりあえず攻撃受けてみましょう。ドラゴンタイラント効かないね。ああドラゴンタイラントごときではダメージは受けないっぽいですね。こいつ結構攻撃力高いんだけどね。おう下手な防御力でいくとワンパンされるぐらい強いんですけども、いや全然ダメージ受けません。あ、難易度が真ん中だからか、真ん中だ、ギャラクシーだ。ならちょっとユニバースまで上げてみましょうか。では難易度を上げてみましょう。ユニバースですね。 OK、 さすがに受けるかな。いや受けない。いやダメージゼロゼロ、これすごいことだよ。ユニバースのドラゴンタイラントのダメージをゼロに抑える、これはすごい。じゃああとは問題は裏ボスだね。あいつがどうなるか試してみましょう。まずは難易度真ん中ですね。ギャラクシー、押し、食らわん、ゼロ、無敵じゃないんだけどもダメージゼロです。はい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 、おお、これすごいことだよ。イセリアの攻撃を受けないっていう、これ無敵じゃなくて、これはね本当にすごいことだと思う。あ、防御特化ありだね。あ、魔法は食らう魔法は食らうんだね。そうだそうだ、でも通常攻撃食らわない、これすごい。 OK、 ちょっと難易度最大上げてみようか。それでは難易度を上げてみましょう。ユニバース、さすがに食らうんじゃない？大丈夫か？普通だったらワンパンされます。あー食らう。いやでも1000とか600、700に抑えれるってことは、いやこれはこれですごい。あーでも食らうとき食らうな。うん、いや最大まで上げたとしても、なるほど、食らうには食らうんだな。あ、そうか、これでも上げれるんだね。エンゼルフェザー防御力上昇するので、これ入れてみましょう。そうすると多分防御力6000ぐらいいくんじゃない。ちょっとエンゼルフェザーを入れてみましょう。どうだ、帰還ユニバースのイセリアクイーンの攻撃、ゼロです。無敵になってないけど、うん、エンゼルフェザーは入れなきゃいけないんだけども、無敵にはならずにダメージをゼロに抑えることができます。あ、防御特化いいわ。でもこの即死とかあと魔法はもろ食らいますけどね。うん、でも通常攻撃受けないってこれすごいよ。防御特化意外とありかもしれません。はい、ということで今日は防御特化のクロード作りましたので使ってみました。最大防御力がおそらくこれで間違いない4443ですね。これプラス
隊列のアッパーガードでディフェンスを 50% アップして、で、呪文のエンゼルフェザー、あれで防御力をさらに上げると、裏ボスの最大難易度のやつをゼロに抑えることができます。うん、これ防御特化意外とありかもしれないですけども、敵を倒すスピードは遅いんだよね。でもまあ面白いっちゃ面白いかもしれません。作ってみてもいいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。